今サファイアクレイジという設定でいいんじゃないかというのを決めてるんですけど、それにちょっと今熱酸化っていってちょっと熱を加えることによってちょっと分かりますね、ちょっとすごい分かると思います。少しこう動きがある感じのメッシュをちょっと入れてみるか、はい、ちょっと入れていきます。艶が出て見えるような感じ、程よく、結構抜けることは抜けるんですけど、あんまりやるとなんか黄色っぽくなっちゃうんで、ちょっとこうかっこいいぐらいの感じにしますね。なんとなく明るくなったのってわかります？わかります。ちょっと今後ろとか見えるともっとね、今わかるんで見せますね。なんかこのわかります？綺麗な感じ。すごいわかります。めっちゃ綺麗なんですよね。で、通常にカラーするのとまたちょっと色自体もこれ綺麗な色なんですけど、はい、すごいこの艶感がより出てるのに、これ束でこうなってるの分かりますか？分かります。これって今入れたメッシュが、うん、通常のメッシュよりも細く入れることができて、このアイロンでやると、はい、ここに細いのがこう入ってる感じなんですね。そうですね、これだとなんかちょうどいい。そうそうそう、大人の感じだし、これ今一応知らんすけど、メッシュを入れてさらにこれをやるっていう方が最近多いですけど、